僕はね、もうパブロしか使えない、そうね、改造されたんです。仮面ライダーと一緒ですよね。僕、そういう作戦で、何してんの何してんの何してんの、お前、それは避けれへんわ。食っていく食っていく食って食っていく、美味しい。ヤミーってこと、あれ一番嫌い。フルチャージピュー、ヤングレイ。さあ、今日も京都で始まりましたスプラチューン3でございます。お相手はコンポだと申します。本日もね、もう当然のことながらパブロを使っていくんですけども、僕はね、もうパブロしか使えない、そうね、改造されたんです。仮面ライダーと一緒ですよね。突然目が覚めたらバッタになってたのと一緒で、突然目が覚めたらもう腕とね、筆が同化していた、そう言っても過言ではないぐらいね。今人差し指を R2 に置きながら、 R2 やったっけこのボタン、わからへんねんけど、ボタンをね、置きながらひたすら押してるわけなんですけども、これね、飛んで火にいるなんですよ。はい、大阪万博の餌食なわけ。はい、一人も倒せないけど、そこにいるのは見えてるんで、突っ込んで一人持っていくんで、ヒットアンドアウェイなわけ。オッケーオッケー、ナイス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 。で、相手ね、絶対来るから、これ、何それ？は？か弱い人一匹に、ん？ちょっとよくわからへんねんけど、人が一匹、イカが一匹、いや、イカは一杯なんで、か弱いイカ一杯であんなドデカキャノンぶち込んだら、そんな、ガバガバなってまうで、ほんまに。まあ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 いいでしょう。一旦なかったことにして、やつを仕留めたいなと思ってんけど、左になんかいるのを横目に、見えた！赤ライダー！神神神神神！これ、おけ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 ！立て続けに二人取っていく。完全に鬼滅の刃パターン入りました。これでちびっこにも大人気 YouTuber になること間違いなし。さあさあさあ、相手がね、4人復活したところで、これ、大阪万博会場。キューン！どうして誰もやれないんだいこの武器は。さあ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 。さあ仕切り直して、索敵しながら、あかんよ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 、あんまり調子乗ったらあかんよ。オッケーオッケー、落ち着いていこう。あ、見えたね今そこにね。でもちょっと体力削れてるから、一旦落ち着いて、さあここ、いや追い込む、なんで負けるんですか。後ろか、なるほどね。これは新手が来たって感じだね。だから僕は悪くない、2対1で負けたから。2対1で負けたっていうことは、まあ実質勝ちやろ。じゃあごめんなさい、ガバガバ計算小卒なんで許してください。さっさっさ、ユタボンの一面を見せつけながらも、しっかりとあこに敵がいるのを横目に見てるんで、僕はここを死守したい。絶対にこれ以上先に行かせないっていう覚悟を見せて、相手のインクを糧にしてね、この命の輝きくんこと、ミャクミャク様こと、大阪万博こと、ギャングウェイをね、貯めていく、そういう作戦で、何してんの何してんの何してんの、お前それは避けれへんわ。サメライディング、魚と言わんばかりに突っ込んできたな。あいつリコリスリコイルのタキナの可能性あるんで気をつけましょう。次から次へとアニメのキャラクターの名前出してるけど大丈夫かな、知ってる人おんのかなって感じなんやけど、僕の趣味思考なんで勘弁してください。さあ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 、言うてる間に左上のピンチが今消えたってことはチャンスってことですよ。ギャングウェイ行こう、大阪万博会場逃げろ。オッケー、ナイス、なめたね、倒せると思ったがこのパブラ僕をね、さあ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 、しっかりとケアしてケアして、エイモニン、タンが絡んだ音をね、実写版で再現していくわけ。ただこれ勝てる、まだいけるぞ、諦めるな、残り4秒で何かをなせ、いける、まだ奇跡起きろ。うおー、いやもうテンションおつややんこんな。え、負けました、ありがとうございました。さあ始まりました、本日2試合目もパブロでございます。はい、右から2人目ですね。僕は筆を持っています。筆星人じゃなくて筆星人なんでね。この話したかもうな、もうなんか1個前の動画でしたような気するわ。筆星人じゃなくて筆星人の話ね。小学3年生が初めて習うリコーダーの曲の話じゃないけど、まあ、3曲目に習う曲か。もうこの話ええか、でも今後もずっとこの話していきますんで、はい、もうこれ必修科目としてね、押さえといてください。でも見えへんところからギャングへ飛んでくの一番怖い。大阪万博会場していく、ここ潜伏して相手の後ろ取る、ここ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 なわけよ。これはもう先輩誤っていく、もうこれはもう誠心誠意誤っていく、僕が悪いです。はい、もうどう悪いかっていうと、もう社会のゴミレベルっていうのも僕無職なんで
新卒ニートかましちゃいまして、はい。まあでもね、もうそういうことも払拭していくぐらいね、そう、大阪万博をぶち当てていくわけ。これで日本を元気にしていこう、そういうことよ。で、あえてね、ここ突っ込んできてるのをいいことに僕が食っていく、食っていく、美味しい、ヤミーってことを、あれ一番嫌いなんで言っていきません、僕は。さあ、このね、何ですか、サウザンさんと一緒にね、前に進めていきたいんやけど、ここは一回インク回復して、で、奴らの動向をしっかり伺って、上にね、ボムを投げつつ、よろずのことに使い蹴りって感じ、竹取物語の可能性もあるんですけども、ここでしっかりね、ギャングへ放していって、落ち着いて、いいよ、落ち着いていこう。もう大丈夫、一緒に行こう、大丈夫、芋食ってもいいよ、大丈夫、落ち着いていこう、大丈夫、あ、こうおるね。どうやってあいつ借りに行くんや、後ろおる。あかん。なんか一人死んでね。え、ボム刺さった。あ、神じゃん。僕のことはもう、不衛心と長、簡単でもういいです。今後もこういうことがあるでしょう。あ、待って。こういう敵が抜けたところしっかりケアして、そう。フルチャージ、ピュイギャングウェイ。どうよ、お前ら。怖いだろ、ギャングウェイが飛んできたら。さ。ところでみんなギャングウェイ知ってんのかな、まあ、みんなっていうかこの動画見てる人なんか物好きも物好きなんで多分みんなもいらんおらんと思うんだけど、あなたぐらいやろ。一人か二人、ここや。いや待て。この、命の輝きくんの攻撃に乗じてぶっ潰していくわ。乗じていく。何が痛かったのか忘れましたんでもいいです。あ、落ち着いて。死ぬのなし。オッケー。死なないことが大事なんで、一旦パブリッシャーで逃げまして、で、ここよ。ここにボム一回入れとくことによって、相手が、いや、もう訳がわかりません。冷静に解説してる風に見せかけて意味がわからんくなってるだけの図なんですけども、これ。センター試験でも出るんで気をつけてください。では、気を取り直して、残り20秒しっかりと逆転の一手っていうか多分、やばい、もう3人落ちてんねんけど、相手4人おんねんけど、これどうすればいいんだ。ギャングウェイに頼ろう、ここは。ギャングウェイぶち余して、こいつ1人落ちて、絶対落とす、オッケーって。で、アコム一人、あ、落ちちゃった。終わりました。ありがとう。降りてきてくれた。マジ、おー、わざとないチャンス。お前だけは、これ、どこ行った？はい。勝ったやろ、さすがに、これは。あれ？微妙じゃね？くっそ。大パンしようと思ったら指だけ引っ掛けて痛い目見るっていう、一番しょうもないパターン、負けてるしな、しかもな。ありがとうございました。